はい、どうもおはようございます。本日4月の29日金曜日、大時間の朝6時でございます。今日ですね、 BTS のクロンサン駅っていうところに来てます。クロンサン駅ゴールドライン、 BTS ゴールドラインの終着駅ですね、ここはって言われてまして、なんのこっちゃいなということですけれども、まあそういうところに来ております。今日はこの辺をですね、今日歩いてみようというふうに思ってるわけですよ、私は。まあ私もそんな この辺来ることございませんからね、ちょっとね、いろいろと歩いてみようかなというふうに思いますので、今朝もよろしくお願いいたします。始まる前にグッドボタンだけ一押し、うんうんうん、お願いいたします。とめんめんめん、さあ歩きましょう。ちょっとまず向こう渡ろうか。ちょっと渡ろう、なんや言うて、なんや言うて渡ろうか。ねえ、なんか鳥の鳴き声がいいね。鳥の鳴き声がいいやん。ええやん、ええやん。ええよ。ええよ、ええよ。さあ、セブンイレブンだ。クイッティ屋さんだ。クイッティ屋さんね。もういきなりクイッティ屋さんが出てきたよ。おお、消えた。消えたよ。今、昨日のですね、JJ グリーンツーナイトマーケット、まさかの湿気具合ですね。びっくりするぐらい湿気湿気のナイトマーケットで、あれはちょっと、あれはちょっといただけんなぁと、びっくりしましたが、 JJ グリーンマーケットでやってたライブ時間と、その後家帰ってからやったライブ時間があんま変わんない。どないやねん、どないやねん、な感じでございましたね。さあ、今日のバンコク涼しいです。26度、最高気温34度、最低気温が、25度。今日ちょっとまんま天気がね、今ちょっと曇り気味ですね、今日ね。曇り気味、涼しい、ちょっと涼しめです今日。お、なんか近代的なバーバーね。近代的なバーバーは。ひょっとしてもう開いてんじゃないこれ。もう開いてるもん、ほら、バーバーは。朝6時から開いちゃってるよ。朝6時から夜の18時まで開いてない。12時間営業で。いいっすね。出勤前にペペッとこう、髪を切れちゃう。ね、あ、なんかいいもんあるやん、面白そうな。これいいやん、かっこいい。俊一さん、
おはようございます。ようやく久しぶりに生ライブ参加できました。1周年祝い無にしました。ありがとうございます。俊一さん、1周年、朝ライブ初めてですね。なんと1周年です。ちょうど1年前からこの朝ライブなるものをですね始めまして、1周年、ありがとうございます。じゃあちょっと俊一さん、バイク乗るから、バイク、バイク乗ってみましたね。ありがとうございます。見えなかったな。これからもまた2周年3周年と、まだやっていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。趣味中は趣味、はい、高田部さん、今日は YouTube ライブ聞きながら横浜のタイスーパー行ってところに行ってきます。朝食で渡してください。お、横浜のタイスーパー行く。なんでどこですかね、横浜のタイスーパー。横浜の人はみんなタイ好きの人は利用するとこですかね。横浜のタイスーパー、お気をつけていってらっしゃいませ。高野さんは注意。ありがとうございました。いいですね。何買うんだろう、横浜のタイスーパーで。気になるな。ケープム、ケープも買っちゃう。さあ皆さん、あと15いいねいただきますと、なんと100いいねいただきます。あ、100いいねになります。よろしくお願いいたします。ちょっとこっから上がってみようかな、この道を。上がれば何かがありそうだ。ケープもあったらもちろん買います。買いましょう。近所にタイスーパーないという方は、僕はケープムーセットをちゃんとまた販売しますよ。あれ、タイから直送ケープムーセット、僕が好きなケープムーと、あのナンプリックね、昨日つけてたやつ、緑のやつ、あれつけてくると前にすよ。あれつけてくると止まりまへんで、ほんまもうポリ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 行きますから。昨日もどんだけ2時間半ずっと食ってたな。これなんかありそうだね。最強セットやったな。ナンプリック欲しいです。そう、ナンプリックがうまい。あれまた野菜とかつけて食ってもね、うまいんですよ。どんだけ古い、これ。ここまでまだいける、これまだ乗れる、あ、100位に超えました。ありがとうございます。どうもです。屋台の駐車場やん、これ。バイク屋台の駐車場がこんなとこあったよ。なかなかないよ、バイク屋台の駐車場。みんな綺麗に止めてあるやん、ここ。サイドカーのとこについてる、あのね、屋台。
ちょっといいね。ああ、いい。空きれいな。空きれい。おおおおおおお。鳥の声もきれいな。声やな。これ変わったトクトクやな、これ。椅子ねえ。椅子ねえよ。これでも選挙だよね、これ。背中見せる意味あんのかな、これ。なんか書いてあんのか、これ。何かアピールしたいことを背中に書いてるってこと、これ。これも珍しいですね。わざわざ選挙のポスターで後ろを見せるっていうね。なかなかまあアピール度は高いですよね。他の人やらないから。ちょっと目には止まりますね。え？背中見せる？みたいな。ああいうちょっと奇襲戦法もいいですよね。日本のね。立候補する人もあれ使った方がいい。あ、背中で語るタイプな。あ、背中で語ると。俺は背中で語るやつだなと。あ、そういうことか。で、背中見せてんだ。あ、そういう人いますもんね、背中で語る人ね。まあ、俺には一切何も伝わってこなかったけどね。まあまあ伝わる人いるんでしょう。和也さん、西尾さん、おはようございます。西尾さん、1周年なんですね。おめでとうございます。これからもお体に気をつけて頑張ってください。和也さん、お久しぶりです。そうなんですよ。僕、すっかり忘れてたんですけど、1年だそうです。昨日言われまして、気づきました。あ、そう言われればそうですね、と。ちょうど1年前に始めましたね、私。気づいたら1年経っておりました。和也さんもずっとずっと見ていただいてありがとうございます。これからも2年3年5年10年80年とやってまいりますので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。和也さん、うわっしょいしょいわ、ありがとうございますね。え、本当に長い、ようやれましたね。1年もようやってこれましたよ。うっとこ。あ、皆さん見ていただいてるからですよ、これ。視聴者いなかったら、これ、モチベーション上がりまへんから、これ。ほんまに。うわ、トクトクや、トクトク。トクトク、あ、この辺味のある。いやー、結構あるね。爆発に行く人々も、本当によくやった、ありがとう。褒められて伸びる子だからね、僕は。僕はね、褒められて伸びる子なんですよ、本当に。お前々からね、口を酸っぱくなるほど言ってますけど。あ、ここにお寺あるのか。これか。これかな。ここからみんな高くするのか。なるほど。違うのか。お寺じゃねえのか。違うのか。もうでも今どこ行ってもね、どこ行ってもあるから、選挙のポスターもどこ行ってもありますから、もう選挙
さ、もうすぐチャオです、チャオチャオチャオ。あ、クイッティア親が出てきました。俺に食えと言わんばかりに、にしようよ、ここのクイッティアを食べなはれと言わんばかりに。あ、やってますね、食べよう。青センレクナームか。あ、バミーにしようか。バミーめおいしい。あ、バミーバミーに3サイズ。ああ、サイズ何なんでか。みこんかんやい。ああ、み3サイズ。み3サイズだか。センレクセンターセンジャイバミーな。バミーな、ナームか。バミーしよう。なんかバミー美味しそう。なんかね、あのバミーのようなちょっと美味しそうだ。逆光なって。あれでも食いっ手にあんの珍しいっすね。あの、ね、確かに。ここの場面うまそうだね。なんかバミー麺がうまそうに見えるとなんかね、食べたくなっちゃう。すぐそこはシャープレーです。シャープレーのエリック・プラムトンさん、一周におめでとうございます。朝飯で私に、ありがとうございます。エリックさんもほんのエリックさんも結構毎朝見てましたね。毎朝のようにあのスパチャも入れていただいてるから、エリックさんも結構解禁でしたね。あ、エリックさん、エリックさん、バミ好き。ありがとうございます、エリックさん。これからもよろしく、2周年、3周年もよろしくお願いします。おいしい。フーさん、テーブル台に来ました。フーさんのテーブル台。フーさんテーブル台。調味料タイム。おいしい。いつものクイッティアの調味料。これもあれ、ピーナッツが入ってる。ピーナッツ、あの砕いたピーナッツが入ってる。これ後で入れよう。ふうさん、ありがとうございます。今新潟ですよね、ふうさんね。新潟っつってましたね。新潟もなんか飯アップしてくださいね。新潟飯、いや新潟頑張ってください。ふうさん、おいしい。新潟ね。俺は自分の写真撮るんです。
これ美味しそうですよ。見せなかった。これね。美味しそうですよ、ほら。ほら。ええでしたろ。美味しそうなバミンミンやね、これ。ね、これムーデンとかルクチン入ってますね。いいね。手拭きは手拭きね、手拭きいるね。手拭きさん、2周年おめでとうございます。西尾さんのおかげでタイがさらに身近に感じて毎日楽しいです。これからも体に気をつけて頑張ってください。応援し続けてます。早原さん、ありがとうございます。早原さんもね、ずっと見ていただいて本当いつもいつもありがとうございます。今年はね、目標である、相方をね、相方探ししましょうか。もうめちゃめちゃバックアップしますよ。相方探し、相方見つけましょう。おしおし、ありがとうございます。ではバミーメンいただきましょう。うまい。みんなお客さんがもうどこどこ来てますよ。平日なんで、みんな持ってきてるお客さん。これ最初来たんですよ。俺言ってなかったな。そういえば。なんか器も可愛いね。器もなんか可愛いね。優しいね。ムーデンもうまい。ムーデンも噛めば噛むほどね、甘みがあるし。
ごちそうさまです。ごちそうさまです。本日の晩御飯、おいくらでしょうか。皆さん、はい。おまんこいちゃおいしい。おいしい。25、40、40、40、40、40、だいたい40が多いね。40、50、30か。30いったら30、40。たまきっちーさん、おはようございます。祝1周年ありがとうございます。毎朝ほっこりとれます。たまきっちーさん、ありがとうございます。このアイコンかわいいですね。これタイと日本が手つないでるんですね。これ国旗がたまきっちーさんのあのアイコンがかわいい。アイコンオリジナルですかこれね。いいアイコンですね。これありがとうございます。ついになんか1年になってしまいまして、あれよあれよという間に、またこれからもまだ続けていきますので、玉吉さんも見てやってください。どうぞお時間がある時によろしくお願いします。玉吉さんもほっこりと、バミーバミーおいくらでしょうか。40が一番多いですね。40番小次郎さん、祝散歩ライブ1周年ありがとうございます。小次郎さん、お散歩1年やってまいりました。散歩1年です。ありがとうございます。小次郎さん、2年目もよろしくお願いします。やってまいりますのでご愛顧ください。小次郎さん、ごわっしょい、もう一度ワッシュ。オープンカム、ありがとうございます。はい、ゲプタンどうやか。イシバーバー。え、トゥクちゃんも。え、25バーツ。え、超安くない。はい、はい、30分、はい、30分、はい、皆さん驚きですよ。25バーツ、ちょっとここは安いな。安すぎませんか。クイッチョにバミ25バーツ、まあ、ちょっと水飲んでないですけどね。僕水飲んでないから、まあ、その水代とかないですけど、それにしてもちょっと安いね。うん、いやいや、ちょっとびっくり、激安。バンコクにもまだそんな20バース台のクイッティアウェイがあって、だからみんな朝からね、あの来てたんですよね、あれ。いや、いいですね、いいですね。いやー、いい店に当たったな、今日は。今日はいい店当たった。
さあ今日も500人以上の方々に見ていただいております、私の YouTube ライブ。皆さんお忙しいと思いますが、グッドボタンをまんねーとお願いいたします。日潮1周年おめでとうやさる、これからもよろしくメカトックいいですね、昭和ですね。もうよろしくといえばメカドックですからね、我々世代は。よろしくって言ったらこうメカドックと出てきちゃいますから、あの叩きね、こう擦り込まれちゃってやれよろしくメカドックでね、よろしくメカドック世代ですから我々、ありがとうございます。グッさんもいつもいつもですね、スパチャしていただきまして、ご支援いただいてありがとうございます。私の新しいグッズ、チェンマイグッズがですね、もう多分近々、西尾ミュージアムに飾られる日が来ると思いますので、皆さん、関西、兵庫行くことあれば一度ちょっと足を伸ばしてみてください。どこへ足を伸ばすのかといえば、グッさんといえば痛み、痛みといえば老いた唐揚げは痛み店でございます。うわっしょい。富士山ライブ1周年おめでとうございます、ご健康にお気をつけください。ありがとうございます。富士山本当に1周年やらせていただきました。1周年じゃなくて1年か、1年やらせていただきます。なかなかね、いいでもいいもんですね、毎朝こうやって皆さんとお話ししてお話できるなんて、こうやってコミュニケーション取りながらね朝歩ける、あ素晴らしいな、僕は本当に楽しんで、まあ毎日毎日楽しんでやらせていただきますので、富士山もこれからもですね、時間あればぜひお付き合いください。2周年3周年向けて頑張ってまいります。富士山も周囲ありがとうございます。そしてなんと目の前に現れたるはチャオプラヤガーでございます。チャオプラ、朝チャオです、朝チャオ、朝チャオだ。あ、船止まってんじゃん、これ向こう行けんじゃないの、あ、行けねえのこれ、あ、行けねえのこれ、え、行け、まだ、あ、走らないのこれ、今日もいいことあるな、今日もいいことあるよ、ね、こう横にあるのあれなんですよね、なんだっけ、あのなんちゃらロン1919っていうなんかあれなんです、これね、これ横にあるんですけど、なんか結構ね、その中華系のなんかイメージしたね、なんて言うんだろう、これなんて言うんだろうな、ショッピングモールじゃなくてね、なんか飲食店とかなんか入ってる場所で、ちょっと送っときましょうかね、地図情報ピュッとね解きます、さかいね、皆さん気になったらちょっと見といてくんなましね、そうここね、これでも船乗れないね、これ閉まってる、ここ船着くんですけどまだ早いね、時間がまだまだ来ませんな、ほらちょっと出発しまへんな、いやええな、ええねじゃあこれ今日涼しいからいいっすわ、ほんと
今日は本当に涼しいからやわ。結構風が気持ちいいわ。風気持ちいいわ。対岸にロイラロンホテル、あ、泊まったとこね、俺がね、ロイラロン前にロイラロン泊まったね。ほんま、またちょっとあの川沿いのホテル泊まろうかな。川沿いのホテルでぼんやりする日もあってええんちゃう。ロイラロンどこにいるか分かりました。あ、そうなの、今までどこにいるのか分からなかった。こいつどこ歩いてるの。ロイラロンね、なかなか取れない宿があれ、あそこね。前一回泊まってあのライブ配信もねしましたけども、ロイラロンホテルなかなかいいホテルだ。3、え、なんだっけな、34部屋だったかな、しかない。いや、予約、今はコロナでね、ちょっと予約取りやすくなってますけど、あの通常ちょっとなかなか取れない、予約取れないね、ホテルです、ロイラロン。あれいつだったっけね、スパイちゃんあのライブね、ロイラロンホテルライブね、いつだったかな、3ヶ月前ぐらいかな、4ヶ月前かな。いつやったかな。ちょっとあそこ行ってみるか。ここまで来たし。ターディンデン、ターディンデン近かったね。ターディンデン市場行ってみるか。あ、ターディンデン市場。ターディンデン市場。ここまで来てるしね。この近くにあのね、あの屋台がいっぱい並んでるとことかあるんですよ。ターディンデン市場って実は。でもよく考えていろんなとこからライブ配信してきましたね。ほんとロイラロンホテルからもやったし、ターディンデン市場もまあ以前にね、過去にもライブ配信やったことありますしね。ターディンデンに至ってあの編集動画も作ってるからね、ライブだけじゃなくて。まあいろいろやってきましたな、しみじみしみじみ。あと、2いいねで200いいねいきます。皆様よろしくお願いします。ありがとうございます。滝さん、ペルーよりご挨拶です。ペルーから来ましたよ。ペルーから、ペルーはスパチャできるんだ。ペルーさせてきた。ペルー今何時ですか。今ペルーからも見ちゃってる YouTube。 すいませんね、ちょっとほらやっぱり滝井さんも見ないとほら手が震えてきちゃうから、禁断症状ですね。禁断症状抑えないといけないからね。滝井さんもあのあかんあかん手が震えてきよったってちょっと見とくかってね。ありがとうございます。滝井さん、ペルー楽しいですか。全く俺行ったことないからわかんないけど、はい、ペルーから滝井さんありがとうございます。楽しんで来てください。ペルーわっしょい、ありがとうございます。また別所さん1周年記念おめでとう。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。マサさん、いつもいつもですね見ていただいて本当にありがとうございます。まだまだ1年ですけども、2年3年5年10年30年とやっていけるのかどうか分かりませんけども、これからまでやってきますのでよろしくお願いいたします。マサさん、おわっしょい。
ありがとう、ありがとうございます。文化、ね、ちょっと待って、地図あってますか？まだあってます入ったとこか。これはなんか近道がある。ここ入るのか。ムサさん、ライオンより1周年おめでとうございます。ライオンなんですね、今。ムサさんは。忙しいですね。チャチンソ行ったり、ライオン行ったりと。あちゃこちゃと。ライオン。ライオンもなんか最近行ってないな、全然。あ、そうだ、なんかあれだ、なんかパタヤのウォーキングストリートが復活したっていうニュース出てましたね。あ、今まで歩行者天国じゃなかったんですね、あれ。今ウォーキングストリートって車もなんか通れるようにしてたんですけど、コロナになってからなんか今もうパタヤもウォーキングストリート完全に歩行者天国にしたみたいなニュース出てたから、お、これでパタヤも戻ってくるのかみたいな感じでしたね。ちょっとパタヤも行かなあかんな。パタヤも行ってちょっとライブ配信しよっか。で、一人乱闘行こうかな。ソロ乱闘。ちょっとパタヤもね、もう前回のパタヤからもう半年ぐらい経ってるからね。懐かしいね、パタヤも。前回行った時は夜ね、あんまりそんな歩いたっけな、覚えてない。なんかあんまり夜歩いてないような気がするね。ね。あ、お寺の中入る。なんか中華系の寺院多いな。晴れ男さん、初スペです。昨年朝ライブでサムサラの経営者のさんが帰国したと話されました。その後ネパールで知り合い、バンコクに住むようになってからも、メールで最近ご無沙汰しました。前の携帯でお見かけした番号変わって通じませんでしたか。先日連絡取りになりました。西尾さんの人がなければ二度と連絡取れなかったかもしれません。西尾さんに感謝はしょい。サムサラね、お名前なんだっけな、お名前ちょっと、あれ、僕フェイスブックで繋がってるんですよ、あのサムサラのオーナーさん、かなめさんか、かなめさんね、そう、かなめさんだ、アナメさんね。そう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 、今なんか大阪でなんかお店やってますよね、今確かカフェだったかな。なんかまあ僕もフェイスブックで見てる情報しかね知らないんですけども。あ、そうですか、ネパールで知り合った。サムサラね、今でもやってんのかな、サムサラ。ありがとうございます、晴れ男さん、よかったですね、それで繋がれて。はい、ありがとうございます。1周年、また2年3年やってまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。コップンカー晴れ男さん、わっしょい。今日ちょっと曇ってるけど。あれ、こっちから行けんの、これ。あ、こっちから行けんのか、ここは通れんのか。すげえ道だな、これ。はあ、はあははあ、この道は、この道の、おー、チンチロリーンっていいね。パタヤはハランはめちゃくちゃ多いので危険だから夜やめた方がいいです。パタヤね、ハラン
パタヤ。でも最近ロシア人がいないからね。パタヤも。もともとロシア人がめちゃくちゃ多かったんですけどね。最近もうあれでね、ロシアの人も来れなくなっちゃったから。いいですね、ここめちゃめちゃ静かで、鳥の声、鳥の、クロちゃんや、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんいないの、どうしたんだそこで、どうしたん、どこおんの、あんた首輪つけてるやないの、どうした、なるな、あんた鳩が豆でっぽくだったみたいな顔したんだ。え？どうしたんだ？目がバチン見開いとるぜ。怖いの。どこ、これ駐車場、これ抜けれんのかな、あ、抜けれんのか、あ、抜けれんのね、抜けれんのね、ほう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 、なるほどなるほど、知って合ってんのか、本当にこの Google マップ合ってる、本当に、あ、こっち、ここか、えらいとこ歩かしよるな、俺、えらいとこ歩かしよるね、あ、今日の清流、今日の清流じゃないの、ね、透明度 1.2センチ、ここで合ってるのか分からんけど、あら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 、猫ちゃん、猫ちゃん、あららら、京子ちゃんやないの、京子ちゃん、京子、キャベちゃん、ちょっとあんた、どうしたの、そこでずっと立ってどうしたの、今夜が目黒市場でしたっけ、全然違う、全然違う、その当てずっぽうに言うのはやめてください、違います、明日です、明日がメイクロンとアンパワーです。ね。明日明日。これでもこっち、え、ちょっと待って。こっちか。こっちか。こっちでいいの？本当？なんか今当たってる系これ。こっち行った方がいいね。
ちょっと行ってみよう、ここの路地ね。僕はもう路地好きのロジスティックですからね、ロジ西尾ロジスティック安春ですから、これはもう路地見れば歩かざるを得ない。この辺いいね、雰囲気が。あ、おお、美味しそう。おっと、銀田市場です。銀田市場に来ました、皆さん。来ましたね、来ちゃいましたよ。さあ銀田市場、さあ銀田市場まで歩きましたね。ええやん。皆さんええやん。でもまあ、BTS クローンサン駅からそんなね、歩いて10分ぐらいで来れる。来ました、にぎわってるね、タービンで一番。もうピンク激バタ仕事でパン食べてたでしょ、動画。パン食べたっけ、俺。あ、なんか豚の串とパンってこと。ピンク。いいね、ピンク。朝一のタージン電池は。もうドリアンの季節ですからね。ドリアンよく見るようになってきたね。やっぱりちょっとドリアン取っとこうか。ドリアンね。ドリアンよ。写真撮っとこう。ドリアン食べたことありますか、皆さん。ドリアンはね、ありますけん、ありますか、みなありますか。あ、高くね。ない、ありません、ない、結構ない。あ、ドリアン大好き、ないの方がちょっと多いのかな。これでもドリアンの季節にタイに来ないとね、ドリアンのない時期に来ても食べれないかな。美味しかったです、好きです、あります。あ、食べました。9月15日、タージンデン市場。一人だけ過去の動画を書いてる人いましたけど、一人だけみんなドリアンのこと書いてるのにね、さすがですね、さすがですよ。あら、ワンちゃんいるやん。ワンちゃん何クンクンしてんの、あんた何クンクンしてんの、食べようとしてんの、あんた何してんの。え、あ、逃げちゃった。こういうとこもね、屋台がいっぱいあるんですよ。屋台いっぱいあるでしょ、こういうね。このね、屋台も多いんですって、ここ。みなはん、さあ、人間よろしいやろ。よろしいとこ全然で、ね。
何が泣いてるの？ピュッピュッ言うて、ピュッ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 言うてあるけど、あ、パトンコ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 や。おお、パタンタン、カオニャオ専門店みたいな、ご飯、すごいいろんなの売ってるご飯、こんな店あったっけな、こんな店あったっけ、いいね。こんなピンクの、こんなピンクのついてたのなかったの？屋根。屋根ついてた。あそこにね、ムーピンのね、有名なお店があるんですよ、ここ。ムーピンのね。そこで食べた動画を出したりしましたけどね。あ、ここ中市場もありました。中市場もありますけん。ここね。なんか BGM 流れてるからちょっと再三しようまさかの市場で、まさかの市場の中でなんか洋楽が流れてたから、びっくりしたわ。こんなんだ、なんかクイーンみたいな曲が流れてるけど、びっくりだな。俺がどんだけ敏感になってるかわかるでしょ、 BGM にビクーンするもん、体が、体ビコビコする。誰やこんな体にしたんは、 YouTuber あんたや、あんたやほんま、俺をこんな体にしたんは。 BGM 聞いたら体ビコンするけど、どんな体やねんほんま、全然リラックスせんよほんま。昔の健全な西尾康晴ちゃんを返してくれよほんま。ほんまに、ということで、皆さん今日も60分がやってまいりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日からゴールデンウィーク日本は始まったということで、ちょっと、いろいろ遠出もしようかな思ってます。明日はメークロン、そしてアンパワ、メークロンとアンパワ市場です。で、パタヤもちょっと行こうかなと思ってます。パタヤもね、ちょっと盛りだくさんでやっていこうと思います。またですね、明日もご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日お仕事の方おられますか？お仕事頑張ってください。お仕事帰りの方、皆さんお疲れ様でした。そんなわけで、どうもどうも、さよなら皆さん、バイバイちゃー。あ、今日キャサリン来てへんやけ、なんやろ、キャサリンめ、キャサリンめ。